Last of the tuned straight sixes, it's said to be the ultimate. ご存知。はい。ああ、どう。あ、究極。究極です。何が究極なんですか。まあ今までうちはその割とこうソフトな路線で来てたんですよ。エンジンノーマルでスターボをこうちょっとこう取り替えてみたいな。まあこれになってからまあ自分のところで要するにエンジンもその。なんてですただ大パワーじゃなくて要はこう究極のこうレスポンスをこう良くした形で作ろうということで、まあ、ワーアップはあしてないですしてないは、はい、まあそれをしない方が逆にそのレスポンスいいっていう、まあそう、うん、マエンズさんの特徴としてもエンジンが至ってノーマルっぽいですねこういうこういうところねこういうの買えないのこういう仕事っていうのはそのどんどんそのレギュレーションがないんで、うん、どんどん白熱してくるわけですよね。あただしあんまりこうお客さんとかけ離れちゃうとそうだよ、ね、要は何やってるか分かんないようなところになっちゃう、うん、結構その自分のそのレギュレーションが結構厳しいですよ、うん、だその辺で、ターボはアクチュエーターで行こうとか、うん、まあ排気量このままで行こうとかいろんなレギュレーションがありますけど、ね、まあうちとしてはそのなんていうんですかね、お客さんから現実から離れちゃいけないと、はい、っていうのをすごくこう重視して開発をしている、ね、Is this R34 really the ultimate response machine? Orito's taken it out to find out.早すぎちゃうよこれ。エンジンは速いわね、ブレーキは止まるわね。なんでこんな速いんだろうね。これは最強だな、これ。Even Orito can't believe how this thing can flat out haul. Now, Tsuchiya following to have his turn in the cockpit. マジかよ。早すぎ。早すぎ。早い。すげえ早い。早い。フロント浮いてるよこれ。これは究極だよ。すげえな、しかしもうすげえしか言えない。一回死んだじいさんが目覚ますね、これ。本当そうですよね、うん、モーターのようですよね、エンジンがね、うん、シフトアップしてそのまた踏み込んだ時のこう